松田雅彦です。この動画はね、メロリーナサミット5延期の、お知らせなんですけれども、初めてサミット初めてのね、延期ということになりました。非常にこのなんつうんですか、その天気が微妙でね、天気予報っていうのは大体弱気な方に予報するもんなんですけれども、大体ね、そのパターンで、20%、40%、ね、そんな時は大体降らないと。大体 50% っていうと、おそらく降らないだろうと。しかし、もし降った時に、お前降れへんって言ったやないかって言われるのが怖いもんやから、もしかしたら降るかもしれませんって言って 50% って言うんじゃないかなと。これは僕の勝手なその解釈なんですけど。50% っていうのはね、だから俺でも言えますからね。なんとなくね。もっと強気なね、ちょっと予報してほしいんですけれども、なかなか難しいでしょう、それもね。実際その広範囲にわたってっていうことになると、なかなか難しいでしょう。上高地だけはどうだ？聞いたらですね、メロリーナさん、上高地だけは行けるんです。ちょうどこれ雲がですね、流れてるんですけど、この雲と雲の間に、上高地入ってますね。上高地だけは全然大丈夫です。とかいう風なね、予報が出てくれればいいんですけれども、ちょっとね、ちょっと踏み切れませんでした。まあ、それともう一つね、大阪への帰り道、各方面に皆さん帰られると思うんですけど、帰り道に関しては、まあ、ほぼアウトリングカンパニーということでですね、間違いなく降るでしょう。濡れネズミになってですね、針のインターにね、もうボロボロになりながら、たどり着くと。ちょうどね、バチェラージャパンシーズン3の撮影かなんかしててね、なんか、ちょうどバチェラーのリムジン、こんな長いリムジン車が来たりしてですね、で、リムジンの中から雪ぽよあたりが、バイクマジありえないとかね、ギャル好きとかね、そんなこと言う、嫌でしょ、それ。もうね、ですのでね、だからバイク嫌とかね、それちょっと悲しすぎますので、針のインターでボロボロになってね、四輪グループに、哀れがられるのも嫌やしね、しんどいでしょ、やっぱね。行っていけんことないと思いますけどね。実際のところ。そこはね、落としも考えて。第一ね、上高地は逃げないというね、火山噴火が起きない限り、あそこは逃げないでしょうから、延期っていうことにいたしまして、今度ね、スカッと晴れた、どうせね、夏ですけれどもね、標高2000何メートルだから涼しいでしょう。あとね、なんか、秋晴れとかね、秋晴れの時とかはね、行ってね、3時間歩いてもね、涼しかったからちょうど良かったとかね、きっとね、そういう展開になると思います。ちょっと残念ながら今回はちょっと延期ということでね、しときましょう。で、せっかくのね、3連休、いろんなね、その都合をつけてね、休みを取られた方とかですね、もう番所を繰り合わせてた方とかいらっしゃると思うんです。例えばですね、俺みたいな。そういう人はね、この3連休はね、無意に過ごしてしまってね、無駄にこう、過ごしてしまうのは非常にここはもったいない話ですので、今から急いで、なんか考えましてですね、充実した方向に、3連休終わったら、サミット行かなかったけど、実は、この連休楽しかったねというようなね、結果になるように、なんかその独自でなんかこう作り上げて、捏造でもいいですので、有意義に過ごすように、皆さんそれぞれしましょうよ。ね、それで行こうかな、メロリーナサミット顔出そうかな、やめとこうかなとね、思ってた方もね、いらっしゃると思うんですけれども、これで決心がついたでしょう、これで。今回はダメだったけど、次の日程だったら、大丈夫でしょう。我々に人見知りしてるね、そういうの、まさにトロー気有無駄のね、骨頂ですので、我々と一緒に、2時間、ね、天空の世界をね、別世界を歩いて、
徳沢園キャンプ場を必ず目指しましょうよ。僕はこの3連休今から何かすると、何をするかというと全く決めてませんので、僕は今日そればっかり考えることに時間を費やすことにいたします。仕事もします。あ、仲間が来た。それでは、真面目な仕事に、戻りたいと思います。ここは、兵庫県宝塚市から、お送りいたしました。あ、いつものね、お越しさんが来ましたので、ご挨拶しました。